おっしゃっていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。ムサマルくん、ゆうきくん。やりきるのが重要だなこれ。うちの女殿はお笑いのジュークボックスって呼ばれてる。今この場でもう岡崎流のキューティクルを編み出しますから。新たな。そうです、この瞬間で皆さん、あの優しい心で対応をお願いいたします。じゃあ皆さん、タダカツって言ってくれたら、タダカツ殿って言ってくれたら、戦って待ってたら、みんなでキューティクルーで。じゃあ参りますぞ。戦って殿キューティクルーふっあ、ダメだ、飛びない。あうわそこそこ面白いいいじゃん、そこそこ面白い。いやありがたい。まあでも、あれですね、武者丸くんはな、喜んでくれそうよし、まいらちょっとあんま興味示さないようにしてしまう。午前がちょっと塩分なくなってしまいました。あ、なこんなに詰まってたんだけど、わしら、AOI を昨日発売してから1回もまだ塩分ができとらんのよ。なあ、もうなあ、雨降るじゃろう。わしと榊原とか雨備えたいって雨男って言われてるんだけどな。わしが裏に入った時のみんなの冷たい目な。あと昨日握手会の時に2人くらいに言われた、なんで雨降らすんですかって。わしが降らしたくて降らせるわけじゃないっていうのにな。わどうやって降らしとるの。今謝れ。え、おむしろじゃん。それに謝れ。いや、むしゃまるくんも、むしゃまるくんに言われたら申し訳ございませんね。ムシャマル君とのちょっとコラボみたいなものを考えてるのせっかくですからな。ちょっと何かちょっとくらいはやりたいじゃろ。ちょっとくらいはな、せっかく来ていただいたからちょっとくらいはな、やっぱり。まあ何タイムでも知らんけどな。そうですね。まあまあいろいろある。チークタイムチークタイム、チークタイム入ってどうするんじゃん、それから戻ってよ。チークタイム入ってしまいましたけれども、まだちょっとわしに知らん方にも来れば何でもしてくれるんじゃない。いや、本当にな。皆さんもう AOI とかもうあれですかな、手に入れた方は手挙げてる。でも結構たくさん予算をおりますな。また午後は終わってからまたサイン会みたいなのもいっぱいあるから。みんな一緒に歌ってほしいしな。そうじゃん、ちょっとべちょべちょになりながらでもやりたいくらいじゃん。そうじゃんね、このむしゃまるくんのこのスタイルでみんな被ってきて出てきたらこうやってさ、誰かわからんくな、首だけ出してな、任せた、カシャ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 ーって言うから任せたって申し訳ない。やっぱあれやろ、なおばさん赤いんだよ。ビニールも赤ちょっとコンビニ行って買ってきてくれみたいな。あるか、あったの。あー、でかい、でかい、でかい、年上じゃん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 。おろしやまるどろも赤備えですか。そうですな、今日なんかあれですな、赤備え隊の方がお二人とんで、そうなんじゃ。なんかさっきちょっとわしお名前を聞いたところ、初どの子、初のお花、お花どのわしも嫁という、400年前のわしの嫁が蘇ったんかってドキドキしたんだけど、ちょっと人違いということでございましたけれども、赤備え隊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 、まだ上がり
ちょっと午後まで時間ありますけど。難しいのって宮原のことどうですか。ずっと見ると何もないの。使用時間のこれ姉ちゃんだった。宮原行ったのずっと写真撮影の時な、レッツに声かけて、こちらに来る。写真集も出るみたいです。そうですな。来週、来週まだ予約は20か28と29に、写真展があるね。武者丸くらいの写真展か。2月18日が誕生日ということでございます。いやいや、誕生日らしいじゃん。2月、田中とのが2月9日じゃね、8じゃね、2月14日、2月18日わしとのが2月14日。最近わし誕生日を思い出したんだけど、わしが死んだ日。ちょっと話がごちゃごちゃになってる。ごめんね、どうしても喋ってた。心がしぼんだ。半蔵も誕生日がな。か最近誕生日を思い出しましたな。2月22そうじゃ、そうだね、またの日にはな、わしらまた出るな。そうじゃ、FM 岡崎の方にわしら忍び台でちょっと出ようかなと。またぜひこちらの方に。午後は2時からやります。皆さんちょっとお時間が少しはございますけれども、ご飯を食べてちょっとまったりして、なじガールズトークなんかもしながら、気づいたら2時みたいな。なんもうこれわし喋っとるけども、みんなこっち向いとるみたいな。この現象よく起こるけども、まあでも皆様また14時にわしらちょっとくらいの雨じゃちょっとわしら今回やりたいなと思っておりますので、ぜひそちらの方もちょっと楽しみにしていてくださいませ。ということでちょっと午前の方はこれで、ちょっと大事となりますけれども、雨じゃあそちらはそうですか、毎回は雨でも、まあ、おそらくまたちょっとグレートの前にでもできればな、もう上部屋ってむちゃ丸くさい話しかってるみたいな、ね、動物がみんな動物じゃよ。まあまあ人間も動物だと。お後が悪いよ。ちょっとね、この午前はちょっとこれにて退陣いたしますので、皆様で最後で家やって締めましょうかな。外野みたいな感じで、皆さんで両手を出しまして、片手ですな、親指を出しまして、皆様で家やすで終わりましょう。参りますよ、徳川家やす。ありがとうございます。あ、なんだろう。